皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます、けいこちゃんです。でん、ビリ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 、はい、これ良くない？モンストのさ、タオル、昔 X フラッグパークで買った気がする。うん、あ、そんなことで聞いてくれ。音声良くなってるでしょ、前より。というのも、実は MKE600 っていうね、どうでもいい話ね、これね。 MKE600 っていうこのガンマイクがあるんだけども、これがなんと電池式なんだけどね、ここがほら壊れちゃったんだよ。ここって何かっていうと、まあ端子がいろいろついてるとこなんだけども、ケーブルついてるんだけど、そこが引きちぎれちゃったのよ。すごい、もともとこれね弱いんだけど、振ったら壊れちゃったんだよね。で、これ1本ね、だい4万ぐらいするのかな、確か。うん、これだけで4万するんだけど、3万9300円かな、確か。やっと届いた、同じやつが。なので、先日までのこれ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 コリ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 とかもうないはず、多分。はい、まあ、そんな感じで本日なんですけども、バカババンと、キコちゃん、未だに見たことがない確定演出が一個ありまーくす村井。はい、それがまああれですよ、あのあれ、そう、いわゆるあれさ、ほんとね、引いた後に画面タップすると花火がバババババーンってピヨン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 ってなるやつ、あのグッジョブのやつ、グッジョブのデフォルトのやつの音が鳴るんだよ、花火とともに。これ、この演出が俺はどうしても見てんだ。だから今日も100連引いていく。しかもハロウィンだしね、モンコレデラックスハロウィンガチャ、意外と気づいてないかもしれないけど、ハロウィン限定出るからね、これね、気をつけて。はい、でしかもアポロとかね、アポロとかも出るんですけども、ギコちゃんに関して言うと、確かね、重心化前持ってないんじゃなかったかな、重心化回前か、これ持ってないんで、持ってたらもうなくなっちゃったんで、ここら辺をちょっと確保しておきたいなとギコちゃんは思っておるでござる。うん、でしかも通常の重心化もないよね、多分ね。あ、あったわ、こっちはあったわ。うん、重心化はあった。重心化前がないので、これ確保しとかないと、紋章力が、ゲットできないのよ。はい。重心化前も紋章力になるからね。重心化前の運曲、重心化の運曲、重心化回の運曲。これ、3個の紋章力になるからね。テストに出るよ。うん。さあ。ということで、弾いていきましょうか。アポロ。よろしく。待って、アポロックスも出るよね。あ、出るよね。ハロウィン仕様のアポロとアポロ X も出るよと。だから今回の狙いはアポロとアポロ X のハロウィンバージョン。みんなも狙った方がいい。はい。まずは10連目。ただだよ、確定演出連のやつが出ちゃったらやめようかなと思ったけど、引くわ、100連。うん。引く。引く！出ない。ここでピヨンよ。ピヨンよって言わないとダメなんだよ、確かな。ダメだよな。これ爆死か、まさか。あ、物欲センサーか、そうだよね。俺37歳になってさ、なんでこんなことしてんだろうなって思ったけど、しょうがない、俺はカメラの前のピエロ、そう、俺はモンストのジョーカーだ。何言ってるか分かんない、自分で。さあ、まあ、星玉確定入れても、アポロとアポロ X のハロウィンバージョン選べるからね。星玉確定。京楽のさ、キピピピピみたいなやつ。こんな。え、待って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 。ちょっと待って。ちょっと待ってよ、何やってんだよ。しかもこれよく考えたら当たりづれえな。アポロックスとか。あの、ハロウィンキャラめっちゃ当たりづれえじゃん。うん。なんだかんだ叫んだってさ、キャラ多すぎだろ。どうなってんだよ、これ。星玉確定来たら。めちゃくちゃな量になっちゃうんじゃない？ああ、それじゃねえんだよ、それじゃねえんだよ、いや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 。これ出ちゃったピヨ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 言わないのよ、俺分かってった。でもこれは対象キャラがなんか出るんだよね、
だからハロウィンバージョン出たらカーミン、ゴッド、あピムス、ピムスは嬉しい、椿も嬉しい、おんやっこセンキュー、いや嬉しい嬉しい、これいらない、うん、なんでいらないかっていうと、ノストラダムスの、ラックを見てほしい。ね、ノストラダムス559だね。絶対にいらないでしょ、みんなもこんな持ってたら、さすがに。俺の気持ちわかるでしょ、それは。それは、うとーしゅな。こねろ出ろ、たっぷり出ろ。た、ハロウィンバージョンのキャラ出そうぜ。最悪セット、最、最悪だ、最悪だ、最悪最悪、もう最悪だ。いやでも重心抱えが取り残されているから、いらない、いらないよ。キピピピピン、やっちゃった、やったやったやった、やったね。出ねえじゃんハロウィンキャラ、いや出づらいでしょこんなんじゃ、さすがに。もうちょっとピックアップ減らそうぜ。椿を200個、椿は嬉しい、これはねシンプルに嬉しいのよ。なぜかというと説明させていただきたい。これ尺稼ぎじゃない、もうどうせ尺はねもう過ぎてんだよ。椿ね、これまだ35なんだよ。なんだったら普通の神化も5なんだよ。だからなんだこいつ、椿要素ないだろ、進化前か、椿来る、もういいよ。そうだからめちゃくちゃ嬉しい。だからここに、まあ、だから2体だけ混ぜておくよ。1体は重心化させて4体自分で簡単組めるようにしとくからね、はい、まあいいやその話は。さあ続きまして、ハロウィンガチャ出ないな、いやハロウィンガチャ、ハロウィンキャラ出ないな、まあ2キャラしかいないけどね。だから今までのゲイボルグじゃなくて、なんだっけ、ゲイボルグ持ってる人、女の子、あの貴族生のあの子とかね、ハロウィンバージョンいたんだけど出る様子がないよね。もう使わないけどね今となったらな。弁慶弁慶弁慶で三弁慶で大黒手、いらないよ弁慶を今更。あでもあいらないな、もういるわ。で弁慶は強いよね、覚醒来ちゃった、ありがとう、ありがとうございます。わし嬉しみ、ちょっと待ってこっち行っちゃってずれちゃったよ。だハロウィンで出そうぜ。だからさ、え違う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 、これハロウィンじゃないよね、バカじゃねえのこれ。おいノーマル、ノマクだよお前らは、マジかよ。ちょっと待って、全然ハロウィン出ない、やばい、俺のゴミ引きが今炸裂してる。あー来た、初めて来た、これ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 、わーお、オーマイガー、ピーポーヒュー、オーマイガ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 ー、出るキャラは何、オッケー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 、センキューセンキュー、来たー、嬉しい、楽しい、マサシ学校へ行こうにマサシ出たね、博報堂だって話だったけどね。どうなんでしょう今マサシさんは、部長って言ってたからどうなんだろうなって話だよね。博報堂の部長ですごすぎるからな、ないよね。いややっと来たわ、いやもういいよ十分だよ。たださっきのアポロックスのハロウィンバージョンだから、通常のアポロのハロウィンバージョン欲しい。途中からだったね、排出する瞬間からピヨピヨだったね。お前はいいね、ラスト10連行かね。ホッシーもたまるしね、ホッシー確定来てピピピピピピピンつって、で俺はアポロックスじゃない方のアポロのハロウィンバージョン選んで、ジ・エンド、エンディング、めでたしめでたし、サンキュー。
よし、これで確定出すぞ。来い。キビビンして。はあ、やったねー。あ、でも確定。わかった。これでハロウィンアポロ。